せーので、今から2時間目の算数の学習を始めます。大阪府吹田市に住む藤田さゆちゃん。三連撃に分かるのが誰だと思いますか？誰ですか？教えて。山田先生。結構山田先生って言ったね。山田先生。元気いっぱいの小学3年生です。生まれつきわずかな音しか聞こえません。4万個。あ、違う。数としては何になる？1万35ってことは1万はどこなの？地元の小学校に通い、国語と算数は少人数の支援学級で授業を受けていますが、その他は特別支援の先生による手話のサポートを受けながら、みんなと一緒に勉強し、休み時間を過ごします。担任の先生が首から下げるのは、ロジャーと呼ばれるマイク。周囲の雑音の中でも、先生の声を無線で補聴器に届けることができます。回収箱は何ですか？藤田さん。カープで。カード一緒。カード。カード、あ、ももを。ももを。大きいカードでももをいっぱい置く。いっぱい置けたの。おお。今ではみんながつけているマスクに、さゆちゃんは困ってしまうようで。こんな見たことあります。見たことある。恐れ入りますが、近くのレジをご利用くださいって書いてある。あ、あの、マジマさん、レジが、レジに人がいないと。さゆちゃんにとって口の動きは、誰が何を話しているのかを把握するために大切な情報ですが、マスクで隠れてしまい、話についていくのが難しくなっています。質問の意図が分かってない時とかもありますし、こっちの思ってる感情みたいなのが伝わりにくい時もありますし、マスクってすごい大きいなって、なんか障害として、多分そういう言葉の壁としてはすごい大きいなって思います。先生の時さ、フェイスシールド、透明の使ってたやん。で、今はさ、マスクやん。どっちが良かった？透明の。透明の方が、見える方が、口だけ、うん、口だけ見える方が良かったやんな、うん、今ちょっと困ってる、うん、お友達も透明のやったら嬉しいやんな、うん。1年生の時が、透明のマスクが、わけいかく。そう。よく、先生と2人で勉強するときに、な、透明のマスク忘れてな。で、よく怒られてたな。何言うてるかわからん。ははじゃない。何？そんな中、できないから助けるのではなく、一緒に学ぶために自然と手話を覚える子もいました。なんで手話をこうまこちゃんをこう覚えようと思った？なんか英才用といっぱい喋りたいから。出んの嬉しい？え？テレビ嬉しい？どういうの？テレビ、うん、嬉しいよ。
寄り添う環境があっても、コロナの影響が長引く中で不安は感じ続けています。お友達がこう意識して手話使ってくれたりとか、指文字使ってくれたりとか、やっぱそういう風にしてくれてるので、あとまあ支援の先生ももちろんついてくれてるので、ただそれも本人は100分かってるつもりでも実は20しか分かってないとかも多分あると思うんですけど、手話ができる人ばっかりじゃないんだよっていうのもやっぱり知らないといけない。気づかない困りごとをどう支えたらいいのか、そんな難聴の子どもの居場所となる施設が大阪市にあります。デフアカデミーには夕方になると学校帰りの子どもたちが教室に集まってきます。あとはイラも吹いている。勉強を教わるのではなく、対話を通して人とのつながりや話が伝わる安心感を持てるよう支援が行われています。指導をするのは高橋ゆかりさん。自身も耳が聞こえず、子どもの時に孤立した経験があります。難聴児への支援には地域による格差があります。耳の不自由な子どもは1000人に1人と言われ、大阪府内で老学校や難聴児向けの支援はもともと人口の多い大阪市内に集中しています。幼いさゆちゃんが教室に行くには市をまたぐ電車移動が必要になるため通えませんでしたが、コロナ対策で始まったオンライン支援を受けています。ペットを飼ったことある？普通猫とか犬。一人で電車乗って、それ覚えたらいけるのかもしれないけど、じゃあもし例えば電車が止まっちゃったとか、こう普通じゃないことが起こった時に対応できるのか、まずその状況が理解できるんだろうかとか、親としてはちょっと不安かなって。マスクで困りごとを抱える子どものために、デフアカデミーは大阪市外への出張教室を計画し、大阪府と協力して進めています。ハロウィーンで盛り上がる先月末、さゆちゃんが住む地域にも出張教室がやってきました。マスクの日常は支援が行き届かない子どもの声に気づくきっかけとなりました。支えるために
何ができるのか。一緒に考えることがこれからのステップです。イエーイ。